パワービズハート。うち来ればいいのに。え？だからうち来ればいいじゃん。やだよ。一人で暮らし始めた祖母はなんだか楽しそうで。怖いね。怖い。え？ホラーじゃん。日記のようなメッセージがよく届いた。それは日常になって返事はしなくなった。あれ？あれ、今日ハンバーグ？ニラ？ケチャップ？食べていく？電気って温かい。関西電力。じゃあハンバーグです。ワン。ちくればいいじゃん。やだよ。こんにちは、日向坂46の小坂奈緒です。新しい CM ではおばあちゃんを心配する孫を演じています。ホラーじゃん。一人暮らしを始めたおばあちゃんとそれが心配な孫、それぞれの生活を送りながらもお互いを思いやる姿が描かれています。リアルな自然な演技でとても楽しかったです。みんなのアイドルやってて1回2回とかしかCM 撮影とかはやったことないのでだいぶ新鮮だと思います。素晴らしく可愛らしいのでなんかちょっとうっとりしちゃいました。そして2人の間にいつも灯る明かり、元気をくれたり安心をくれたり、明かりが持つ不思議な温かさとそれを灯す電気の大切さを感じていただけると嬉しいです。食べていく。電気って温かい。小坂奈緒でした。以上になります。ありがとうございました。パワービズハート。うち来ればいいじゃん。やだよ。一人で暮らし始めた祖母はなんだか楽しそうで怖い。ホラーじゃん。日記のようなメッセージがよく届いた。それは日常になって返事はしなくなった。あれ、あれ、今日ハンバーグ？にはケチャップ。食べていく。電気って温かい。関西電力。